お疲れ様でした。今日一緒にトレーニングを行っていった小川先生です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。今日はですね、皆さんに紹介したトレーニングは、コアトレーニングのファンクショナル編ですね。機能を、コアの機能をきちんと理解してトレーニングをしましょう。詳しいことは全部コラムに書きましたけども、特に意識しなきゃいけないことは絶対固定です。そこから分離共同ですね。今スタビリティトレーニングすごい流行ってますよね。四つん這いに寝て腕を上げたりやるチーム、いっぱい僕トレーナーについてるんですけども、まあどのチームに行ってもやってます。ですけども、このトレーニングの意図をきちんと把握してやっているチームは少ないのかなっていう気がしますね。トレーニングっていうのは、その目的が分かってやらなければ、ただのトレーニングのためのトレーニングになります。いいですか、皆さん。トレーニングはゴールの野球につながるためにやるんですよ。陸上のためだったら、このスタビリティを意識して、陸上っていうのは体が前に倒れていきますよね。で、この重力が一番加速されるポジションを使って、四肢同調してエクササイズをしていく。また役割、スタビリティの役割が違ってきます。野球の場合はローテーション、側屈、あとは屈曲伸展、すべての状態が出ますから、陸上と違ってですね、四肢すべての形、3D 面すべてを固定しないとダメです。いいですか？今日やったことは、コアトレーニングのほんと一部です。プログレッションだけでも全然もっといっぱいあります。ただ、今動画で説明することは不可能ですね。ちょっと今できないので、いずれですね、このトレーニング編については DVD の発売が決まっているので、そこで全て皆さんにお伝えするので期待しておいてください。お願いします。